刀のごちそう、一休さんのとんち話。昔々、一休さんというとんちで評判の小僧さんがいました。以前、一休さんに屏風の虎でとんち勝負をして見事に負けたあの殿様が、また一休さんをお城に招きました。一休よ、よく来てくれたな。はい、お呼びとあれば何度でも。して、今日はどのような問題ですか？一休さんが聞くと、殿様は笑いながら言いました。用心しておるな。だが安心せ。今日はそなたにご馳走をしてやろうと呼んだだけじゃ。そう言って殿様は、一休さんに大変なご馳走を出しました。それ、遠慮せずに好きなだけ食べるといい。殿様の言葉に、一休さんはお寺では食べてはいけないことになっている肉や魚をパクパクと食べました。それを見た殿様が感心して言います。よく食べるの。それにしても何でも通る喉だ。はい、私の喉に通らないものはありません。言うなれば、東海道のようなものです。よし！殿様はその答えを待っていたようです。殿様は刀を抜くと、怖い顔で一休さんに差し出しました。では、この刀を飲み込め。何でも通ると言ったのだ。これが通らぬとは言わせぬぞ。しかし一休さんは平気です。はい、わかりました。刀を飲み込めばいいのですね。何？本当にできるのか？先ほども言いましたが、私の喉は東海道のようなものですから。そう言って一休さんは刀を受け取ると、急にコンコンと咳き込みました。やがて咳が収まると殿様に言いました。これは残念。たった今、咳が止まりました。咳も咳所も同じで、一旦止まりますと何者も通してはくれません。それを聞いた殿様は、思わず手を叩きました。さすがは一休。今回も世の負けじゃ。こうして一休さんは、またもやたくさんの褒美をもらいました。おしまい。